奇襲料理は、中華人民共和国奇襲省の地方料理。四川料理系の漢族の料理のほか、ミャホ族、トン族、プイ族、水族等、奇襲省の少数民族料理をも含めることが多い。奇襲省は、略称を、県と言い、奇襲省の料理は、県なのほか県味名と呼ばれることもある。奇襲料理は、中華料理の四、オーナ系の中では、 四川料理の系統に含まれる。これは四川省に隣接する地理的な要因と唐辛子を用いた辛い料理が多いという特徴が共通するためである。しかし、ファーチューを併用する四川料理がマーラーと表現されるのに対して、奇襲料理はサンラーあるいはコーカラと表現されることが多く、酸味を加えた料理が好まれるという違いがある。 唐辛子を好む点では、やはり隣接する、湖南省の湖南料理、または、雲南省の雲南料理との共通性もあるが、他の食材との組み合わせなどで、違いが生じている。中国西南部の人の密覚に関する中国語の、俗言に、四川人不幸柄、湖南人から不幸、紀州人、幸柄不辛というものがある。四川人は、辛さを恐れず、 コナン人は辛さで脅すことはできず、奇襲人は辛くないのを恐れる、というような意味で、賛成のうちでも、奇襲の人が、最も辛いものを好むことを言っている。辛さに敏感な奇襲では、辛い料理を、油から、殻、火殻、青から、カス殻、サンラー、マーラー、昼からの八つに分類するとも言われる。奇襲料理のもう一つの特徴は、 水と呼ぶつけダレを多用することである。料理の種類に合わせて異なる味のタレを用意するのが当たり前となっている。主に、醤油、酢、唐辛子、おろしニンニク、生姜、ネギ、コリアンダー、ファーチュウ、ドクダミなどを味付けに用いトーチ、ウイキョウ、揚げた、大豆、落花生、そぼろ肉などを入れることもある。調理方法としては、炒める。 少量の油で揚げ焼きにする、煮込むという料理が多く、鍋料理も盛んである。奇襲省内でも、地域や民族によって、異があり、大雑把に北部の県北な、中央部の器用な、漢族以外の少数民族祭の3つに分かれる。少数民族の料理も味付けに類似性はあり、酸味を好む苗族には、三点不吉産、ソーロダという民用がある。酸味は、 醸造図を使うのではなく、家庭で三瓶という亀を使って発酵させた野菜や米の研ぎ汁を使う。奇襲は全体的に雲気高原の涼しい気候と石灰岩地の痩せた土地柄のため、奇襲料理は山菜や淡水魚を用いた素朴な料理というイメージがある。わらび、きのこ、たけのこ、ドクダミやウサギなどの山の幸を多用する。 以前は、現地で、アヤぎょと呼ぶ中国王山椒魚のスープも名物で、あったが、現在は、保護されている。特産の木薬である天魔も、スープなどの料理に取り入れられる場合がある。果実では、毛カドと呼ばれる酸っぱいトマトやバラ科の尻が多く、自生しており、それぞれ酢湯魚や雑舌酒、刺しなし酒シシガモなどに使われる。なお、近年は、養殖や輸送、 保存技術の発達によって、ホテルや高級レストランでは、海水魚やエビなどを使い、奇襲風の味付けをし、また見栄えにもこだわるようになっている。なお、四川料理として、有名な、九宝取り手について、これを生み出した、丁宝三木が、平蘭の人なので、奇襲料理だという主張する人もいる。重慶の料理として知られる、からごとりも辣小という肉厚の唐辛子で作ると、 奇州の料理となる。奇州省は、真王大衆の産地でもあり、涼しい気候のため、辛い料理に合う白酒が好んで飲まれてきた。他にも、当主、小のりと神、ひつぶし大工寺などの著名な白酒や、苗族伝統の黒いもち米で醸造する、黒もち米酒などもある。奇州省は、関代の野郎国の時代より、少数民族が多く住む地域であり、構想も多かったが、 食文化での交流もあり、地域独特の食文化は、東代以降出来上がってきたと言われる。特に明の万暦年間に、河北から派兵し、紀州、雲南を平定した際に、河北の食文化と地元の少数民族や、土師の料理が融合して、東北大湾、肉のような独特の地方料理の雛形を形成した。新代になると土師はその地位を中央政権から奪われたが、 地方に派遣された管理がさらなる料理の融合をもたらし、名物料理を生み出した。北京、上海、甲州などの大都市では、紀州料理専門店も複数存在するが、湖南料理ほど中国各地に広く普及しているわけではない。花エク肉の専門店は地方都市にもある場合がある。ミャオ族料理店も同程度に大都市にできつつある。重慶人、調査人、 器用人と言い換えられることもある。器用師商務局編、器用美食 P さん、ありがとうございます。